はい、こんばんは。今日は2012年11月の28日の水曜日です。はい、なぜかおでことこの辺にニキビができてしまった佐久間優吾です。こんばんは。あれ、こんばんは最初に言ったかな。はい、週4くらいでラーメン食ってたせいか、なぜかニキビができてしまいました。それと今鼻のこっちの右の鼻の穴のこの辺がなんかできものができて痛いです。鼻の穴の形が変わってしまいました。膨れ上がってて。はい、そのもって今日の3分で役立つ豆知恵 TV は、身近にある健康食、こちらについて。今サプリとか流行ってますけど、身近にお手頃にお手軽にできる健康食品、それはですね、おかゆです。おかゆは身体も温めてくれるし、消化もいい、便通も良くなります。仏教の教えでは気力が高まったり、そうですね、まあ血行を良くする、まあ、体にいい、そういうことを言われてるらしいです。ストレスで食欲がない人もおかゆならさらっといけるでしょう。まあ、この冬寒くなりがちですが、おかゆを食べて健康的に体を温めて風邪をひかないように、そう、風邪もひきにくいと言われてるらしいですね。なので一石四鳥くらいあるこのおかゆ、身近に手頃にできる健康食、そちらを試してみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの辺で、ありがとうございます。